皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。前回は重い話もあったけど、今回は？今回は1957年、人類史上最も衝撃的な、ピープ、ピープ、ピープという音から始まる。え？何それ？変に聞こえるかもしれないが、この音が世界を震撼させた。世界初の人工衛星スプートニク1号の話だ。人工衛星、ついに宇宙に物を送ったのね。そして、この成功がアメリカに与えた衝撃は計り知れなかった。スプートニクショックと呼ばれるほどにな。ショック？なんで？成功したのに。それを今日は詳しく見ていこう。宇宙時代の幕開けだ。1950年代、世界は東西冷戦の真っただ中だった。アメリカとソ連が核兵器で対立していた時代だ。冷戦って、実際には戦ってないけど緊張状態のことよね？その通りだ。そんな中、両国は宇宙開発にも力を入れ始めた。理由の一つは、ICBM の開発だった。ICBM？ 何それ？大陸間弾道ミサイルだ。地球の反対側まで核弾頭を運べる長距離ミサイル。ああ。また軍事技術なのね。でも宇宙開発と関係あるの？ロケット技術は共通なんだ。人工衛星を軌道に乗せる技術があれば、核弾頭も地球の裏側に運べる。なるほど。使う技術は同じってことね。ソ連の技術者セルゲイ・コロリョフは、R7 という強力なロケットを開発した。これで ICBM として使えるし。人工衛星も打ち上げられる、一石二鳥ね。実は、ソ連の宇宙開発には大きな秘密があった。開発場所も、技術者の名前も、すべてが国家機密だったんだ。え？全部秘密？なんで？冷戦下では、技術情報が漏れれば敵に利用される可能性があった。特にロケット技術は軍事に直結するからな。確かに、ミサイル技術だもんね。まるで映画の世界。1955年、アメリカが人工衛星打ち上げ計画を発表した。これは国際地球観測都市という科学プロジェクトの一環だった。国際地球観測都市？何それ？1957年から1958年にかけて、世界中の科学者が協力して地球を研究しようという計画だ。人工衛星もその研究手段の一つとして提案された。へえ、平和的な目的だったのね。ところが4日後、ソ連も同様の発表をした。4日後？早すぎない？完全に意識していたな。でも当時、世界中の人々はアメリカの方が先に成功するだろうと思っていた。アメリカの方が技術力がありそうなイメージだもんね。ソ連は第二次大戦の被害が大きく、まだ復興途中だと思われていた。でも実際は違った。違ったって？ソ連には秘密兵器があった。コロリョフという天才設計者と、巨大な R7 ロケット、そして国家の総力を結集した開発体制だ。セルゲイ・コロリョフは主任設計者とだけ呼ばれ、本名すら秘密にされていた。秘密って、スパイ映画みたい、なんで隠してたの？ソ連では重要な技術者の身元は国家機密だった。コロリョフの正体が明かされたのは、彼が亡くなってからだ。亡くなってから？それまでずっと秘密だったの？すごい徹底ぶりね。コロリョフは1907年生まれ。若い頃から航空機設計に携わり、1930年代にはロケット研究を始めていた。昔からロケットに興味があったのね。ところが1938年、スターリンの大粛清でスパイ容疑をかけられ、シベリアの強制収容所に送られてしまった。え？スパイ？でも本当はスパイじゃないんでしょ？完全に濡れ衣だった。優秀な技術者が次々と粛清された、暗黒の時代だったんだ。第二次大戦が始まると、ソ連は技術者を必要とした。1944年、コロリョフは釈放され、ロケット開発チームに加わった。よかった、でもひどい経験だったね。この経験が、彼を変えた。国家に貢献する技術者として、宇宙開発に全てを捧げるようになったんだ。まあ、従わないと何されるかわからなかったし。複雑な心境だったでしょうね。戦後、コロリョフはドイツの V2 技術を研究し、それを発展させて R7 ロケットを設計した。V2 って前回出てきたロケットね。
R7 は当時世界最高性能のロケットだった。推力は約400トン、V2 の15倍以上の力があった。15倍？いきなりパワーが上がったね。このパワーがあったからこそ、人工衛星の打ち上げが可能になったんだ。アメリカのロケットは、まだそこまでの力がなかった。コロリョフは1957年、ついに人工衛星の製作に取り掛かった。最初の設計はもっと複雑だったが。複雑って、どんな感じ？科学観測機器をたくさん積んだ、重量約 1.3 トンの大型衛星オブジェクト D を予定していた。1.3 トン、かなり重そうね。それにしてもオブジェクト D って変わった名前。ソ連では軍事機密のコードネームで呼んでいたんだ。でもこの衛星の開発が遅れていることが判明した。遅れちゃまずいの？同時期、アメリカはヴァンガード計画で人工衛星開発を進めていた。コロリョフは焦った。ああ、世界初を取られちゃうのか。そこでコロリョフは重大な決断を下ろした。シンプルで確実なものを先に打ち上げよう。こうして生まれたのが、直径58センチ、重量83キロのスプートニク1号だ。アルミ合金の球体に4本のアンテナがついただけの、極めてシンプルな設計だった。なんか思っていたよりも小さいね。でも中には銀亜鉛電池と無線送信機が入っていて、ピープ、ピープ、ピープという信号を地球に送り続けた。なんでピープって変わった音だったの？シンプルでわかりやすく、世界中のアマチュア無線化が確実に宇宙から信号が来ていることを確認できるからだ。実は非常に計算された選択だった。わざと他の国の人にも聞こえるようにしたってことね。打ち上げ場所は、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地。当時はチュラタム射場と呼ばれていた。なんでそんな遠そうな場所に？機密保持と安全性のためだ。失敗しても人里から離れているし、ソ連の南の端で比較的低緯度だからロケット打ち上げに適していた。低緯度だと有利なの？地球の自転を利用できるんだ。緯度が低いほど自転速度が速く、それを追い風として使える。バイコヌールでも時速約1180キロの自転速度がある。1957年10月4日午後10時28分、バイコヌール宇宙基地から R7 ロケットが打ち上げられた。ついに、緊張したでしょうね。打ち上げから約5分後、スプートニクはロケットから分離された。そして96分後、地球を一周して、再び地上の受信機がピープ、ピープ、ピープという信号を捉えた。人類初の人工衛星の成功だった。計画変更があったのに先に打ち上げるなんてすごいじゃない。コロリョフは我々は世界初になったと静かに言ったそうだ。でも、本当の衝撃は翌日から始まった。翌日って、何があったの？世界中の新聞が一面でこのニュースを報じた。ソ連が人工衛星打ち上げに成功。それって良いニュースじゃない？なんでショックだったの？各国で反応が全く違ったんだ。まずソ連国内の反応から見てみよう。ソ連では国民が大喜びだった。我々が世界一になった、科学技術でアメリカを追い抜いた。そりゃ嬉しいわよね。自分の国が世界初の偉業を達成したんだもん。特に第二次大戦で大きな被害を受けた国民にとって、これは復活の象徴だった。一方、アメリカにとっては大ショックだった。理由は3つある。1つ目技術力の証明。ソ連にそんな技術があるとは思わなかった。ああ、完全に舐めてたのね。実際、当時のアメリカの専門家はソ連は10年遅れていると分析していた。それが一夜にして覆された。10年遅れていると思っていた相手に世界初を取られたらそれはショックね。2つ目軍事的脅威。人工衛星を打ち上げられるなら、アメリカに核ミサイルも飛ばせる。あ、さっき言ってた技術が同じってやつね。確かに怖いかも。R7 ロケットの威力を見せつけられたアメリカは、ミサイルギャップ、つまりソ連の方がミサイル技術で上回っているかもしれないと恐れた。3つ目宣伝効果。世界中の人が夜空でスプートニクを見ることができた。え？見えるの？スプートニクそのものは小さくて見えないが、一緒に軌道に入った R7 ロケットの最終段が太陽光を反射して光って見えた。それは感動的ね。世界中の人が夜空を見上げてあれがソ連の技術かと思った。これは冷戦における巨大な宣伝勝利だった。
ヨーロッパの人たちはどんな反応だったの？ヨーロッパ諸国の反応も興味深かった。イギリスは複雑だったが、フランスは科学の勝利として称賛した。国によって違うのね。発展途上国では西側の技術的優位性は絶対ではないという希望の象徴として受け取られた。そんなこんなでアメリカは大慌てだった。科学技術教育が遅れている、もっと理数系に力を入れなければ。当時のアメリカ大統領であるアイゼンハワー大統領は内心かなり動揺してたんじゃないかな。政治的にも大変そうね。このスプートニクショックで、アメリカは教育制度を改革し、NASA 設立を急いだ。皮肉なことに、ソ連の成功がアメリカの宇宙開発を加速させることになった。スプートニク1号が成功した後はどうなったの？1ヶ月後、ソ連はさらに驚くべきことをやった。スプートニク2号の打ち上げだ。また衛星？今度は何が違うの？今度は生き物を宇宙に送った。犬のライカだ。え？犬？大丈夫だったの？まあ、宇宙開発には犠牲がつきものだし。冷酷ね。ひとまずライカについて説明しておくと、ソ連はモスクワの路上から野犬を集めていて、そのうちの1匹がライカだった。野犬？なんで野犬なの？家庭で飼われている犬より、ストレスに強いと考えられたんだ。スプートニク2号は重量508キロ、スプートニク1号の6倍以上だった。ライカのための生命維持装置、食料、酸素供給システムが搭載されていた。すごい技術力ね。ライカは打ち上げに成功し、宇宙空間に到達した。これで生き物も宇宙で生きられる可能性が示された。ただ残念ながら、機関システムがなく、ライカは宇宙で亡くなったと発表された。かわいそうに。しかし、実際には打ち上げ後数時間で、キャビンの欠陥による機体の温度上昇によって命を落としたんだ。この事実は長い間秘密にされ、真相が明らかになったのは数十年後だった。ライカの犠牲は重いが、生命維持技術の重要性を教えてくれた。そっか。尊い犠牲だったけど宇宙開発の進歩に貢献してくれたのね。後に、モスクワにはライカの記念碑が建てられた。宇宙開発の歴史に名前を刻んだ最初の宇宙飛行士として。人間じゃないけど、確かに最初の宇宙飛行士ね。実は、この後もソ連は多くの動物を宇宙に送った。犬のベルカとストレルカは1960年に無事帰還を果たしている。無事帰還？よかった、技術が進歩したのね。そうだ。ライカの犠牲があったからこそ、後の動物たちは安全に宇宙から帰ることができた。そして最終的に、人間の宇宙飛行への道が開かれたんだ。今回はこんなところかな。今日も盛りだくさんだったわね。冷戦下の技術競争から、コロリョフの苦労、そしてスプートニクの成功まで、一つの小さなピープ音が世界を変えた。特に印象的だったのは、コロリョフが秘密の人だったってことね。功績を認められたのが亡くなった後だなんて。歴史には光と影がある。偉大な成果の裏には、多くの人の犠牲と努力があることを忘れてはいけない。次回は何をやるの？人類初の宇宙飛行士ガガーリンだ。1961年、ついに人間が宇宙に飛び出した瞬間を描く。ついに人間が、楽しみ。この動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。